ジョージ恒例ウォレス・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、アラバマ州知事を4度務め、1968年、アメリカ合衆国大統領選挙に、アメリカ独立党の候補として、立候補した。ウォレスは、アラバマ州クリオで生まれ育ち、少年時代は、世界教皇のため働きながら学び、アラバマ大学で学士号を取得して卒業後、アラバマ大学ロースクールでは法律を学び、 公務博士号を取得した。アラバマ大学に入学したその年に、父親が死んだため長男として、一家を支えタクシー運転手などをして金を稼ぎながら、ボクシングチームのキャプテンを務めた。卒業後、すぐ、太平洋戦争が勃発したため海軍士官団に、志願し、第二次世界大戦で B29 長距離爆撃機の搭乗員として、日本本土への戦略爆撃を担当し、 八王子、富山、長岡、水戸などの爆撃に参加した。戦争中に大学で知り合ったラリーン・バーンズと結婚。終戦後の1948年アラバマ州議員に当選し、2期4年間を過ごした。1953年から1959年までアラバマ州裁判所の判事に選出されている。1958年、ウォレスは、 初めてのアラバマ州知事選に立候補する全米国人地位向上協会の支持を受けて比較的穏健な主張で選挙戦を戦っているが惨敗に終わった。二度目のアラバマ州知事選挙でボレスは一転して過激な主張を繰り返し人種隔離政策や労働者の権利拡大を強く訴え圧倒的得票で1962年にアラバマ州知事に就任する。 この時、ウォレスが掲げたスローガンは、今ここで、人種隔離を。明日も、人種隔離を。永遠に、人種隔離を。という人種差別主義的なものであった。1963年、ウォレスは二人の黒人学生、ジェームズ・フットとビビアン・マローンのアラバマ大学入学を阻止するために、自ら大学の門の前に立ちはだかった。これに対して、時の大統領ジョン・カイ・ケネディは、 黒人学生を保護するために周辺を派遣するとともに、司法省幹部のニコラス・カッツェンバックを特使として派遣し、二人の入学を認めるよう求める大統領布告を読み上げて認めさせた。扉の前に立ちはだかるウォレスに対して大統領布告を読み上げる。カッツェンバック1964年、民主党の大統領候補者の指名争いに参戦したが、敗退する。百六十五年、 アラバマ州セルマから始まったキング牧師率いる公民権運動のデモ行進セルマ大行進に対してあらゆる手段を使ってデモを停止させると宣言民兵が催涙ガスなどを発射し65人が負傷する惨事となる地の日曜日事件を引き起こした州知事の再選が禁じられているために1966年の州知事選挙では妻を身代わり候補に立てて当選させ 実質的な州知事としてそのまま残った。しかし、間もなく妻はガンで死去した。1968年、前アラバマ州知事だったウォレースは、ケネディ・リンドン・ジョンソンの2代にわたる民主党政権が推進してきた人種隔離廃止政策に反対し、公民権運動に不快感を持つ南部の白人層の代表として、アメリカ独立党から大統領選挙に出馬した。 この党は1948年アメリカ合衆国大統領選挙にストロム・サーモンドを擁立した集権民主党の流れを組むもので人種隔離政策の継続と公民権問題に関する連邦政府の介入排除を訴えていた。なお、サーモンドはこの時にはすでに転向しており、ウォレスに批判的な態度をとっていた。副大統領候補には第二次世界大戦で 日本本土無差別爆撃を指導した、元空軍参謀総長のカーチスル名が据えられ、ベトナム戦争での強行政策を主張した。その支持は南部を越えて、アメリカ中に広がった。それまで民主党支持者だったはずの北部の都市部、ブルーカラー労働者や白人移民らが同調し、その苦しい生活の中から小口献金をウォレスに送った。ウォレスの選挙戦は、 そのような小口献金の積み重ねに支えられていた。選挙の結果、アラバマ州、アーカンソー州、ジョージア州、ミシシッピ州、ルイジアナ州でトップを取り46人の選挙人を獲得した。なお、得票数の上では2位になった民主党候補のヒューバート・エイーチ・ハン・フリーの票とウォレスの票を合算すると、当選した共和党のリチャード・ニクソンの票を上回るという計算になった。 その後、ウォレスは1970年に、アラバマ州知事に復帰し1972年に3、旅1972年大統領選挙に立候補するが、大統領選の遊説中の5月15日、メリーランド州ローレルのショッピングセンターに立ち寄り、支持者に囲まれる時に、アーサー・ブレマーに銃撃され、下半身不随となり、民主党の指名も取れず敗退した。ブレマーの犯行動機は、 政治的な理由はなく、有名人なら誰でもよかった。しかし、アラバマ州知事には1974年に再選し、1976年大統領選挙でも、また敗退したが、1982年の州知事選挙では、今までの誤りを認めたため黒人からも投票され、再選した。知事に就任後は、公約通り黒人を州政府に投与した。 こうして4期16年にわたって知事職を務めた。晩年はウォレスは親族から敬遠されるなどしたが、パーキンソン病を患い銃撃の後遺症による車椅子での闘病生活を送っていた。キリスト教の信仰に目覚めたこと、軽蔑していた黒人が手を差し伸べてくれたことなどから1995年、ウォレスは自身が命じたことで起きた地の日曜日事件の記念式典に病を押して、 出席、知事時代の人種隔離政策が誤っていたことを謝罪し、黒人指導者たちと手を取り合った。ウォレスは1998年、モンゴメリーで79歳で病死した。アメリカでは、偏狂な人種差別主義者かに大政党制にこだわらず、草の根の耳を反映することに尽くした人物として、評価は分かれている。ウォレスの差別主義的な数々の行為は、 公民権運動に拍車をかけたが、一方で、公民権運動の恩恵を受けない、白人ブルーカラー層や農業従事者、連邦政府の施策に不満を持つ貧困層などに、強力に支持された。1997年に、テレビ映画、ジョージ・ウォレス、アラバマの反逆者が、ジョン・フランケンハイマー監督、ゲイリー・シニーズ主演で制作され、エミー賞主演男優賞を受賞した。年、 NHK ドキュメンタリーカラーで蘇るアメリカ1960年代において記録映像がカラー化されたありがとうございます。